プレジデント。プレジデント。プレジデントモードだ。スプリットです。おー、まあ。ダンサーに当てて。ウェーイ。ってことは、俺もこれをずるびく感じで言ってみるか。お。いや、もう進化。うん。これ、もう風で。いやいや、ずるびいて、上に。なんか息継ぎすんで止まんだよね、風が。ピターっと。流されるんだけど。結構強い。案外強い。ん？どうする帰る？それかし暗くなると危ねえし。ねえ、こっから釣れるまでずっとプレッシャー。いいだけどプレッシャー。もうプレッシャー。もうポンコツ帰ろうと。釣れないでもいいからコツっとでもこれにも当たり出てくれたらな。楽なんだけど。ああ、うん、いや、これだとさすがにサターンは。あ、竿の問題か。まあ一応スピニングもね、まだ身のつけてんのがあるから、とりあえず次の段階はスピニングにこれをつけて繊細にもっとズル引けるようにして。この釣り方でこの糸が太いから食いが悪いってことはないと思うんだよな、俺は。と思いたいんだけど。とにかくちょっとこのじっとりした釣りを頑張って。だからギルフラットを投げたことしょう。てしまっている。いや、ギルフラットを投げたいよ。絶対釣れなそうだ今日。今日釣れなそうなんだけど。だからギルフラット。ギル系を投げさせとって。絶対これだから、こうギル体質になっちゃってるから、ね、ギル、うん、ギル気質になってんね、体が。なんかこっ、こっ、こっ、こっって俺のこのヘビーの差を負けてくれ、みたいな。病気だ、これ。晴れると一雨欲しいとか思っちゃうからな。この前雨、そんで雨の中行ったけど、二度と来るもんかぐらいに思ったよ。こんな寒いんだった。まあでも春でもあの、あったかい雨だったらさ、全然我慢できんだけど。この前雪混じっちゃった。この前北風ずっとビュービューだったしね。へこたれたわ、あれは。1時だな。1時。釣り的にあと3時間半しかないな。このタイミングでツレツレの本庫に探しながら移動しますか。当たった？来た？来たかな？よいしょよしよしよし。場所移動大成功。はい。面白い。はい。サタンはさっきと同じだね、サイズ。もういいのも。いいね、でも春っぽいね。逃がします。はい。超深いね。深い深いよね。俺真ん中の方投げてくるから。あ、まあね。じゃあ8匹目指して頑張ってください。あと6匹あと6匹遠いっす